信長見聞録天下人の実像文石川拓司今回の信長の言葉「無理非法の義を心に思いながら公言申し出ずべからず」「所領安堵つまり主君が家臣の土地の所有権を認めることが封建時代の主従関係の基礎だった」 家臣が主君に従って戦をした理由もそこにある。支配領域を広げるために、彼らは戦ったのだ。天下聖室を目指した信長にとっても、その事情は基本的には変わらない。都を制圧して天下人となり、半島全国に広げていく過程で、信長は新たに支配した土地を重臣たちに分け与えていく。重心は、 それぞれの地域で一国一城の主となり信長はその上に君臨したそういう意味で信長といえども封建制の枠組みから完全に自由なわけではなかった土地という温床なしに増加していく家臣団を自らの支配下に置くことはできなかったのだとはいえ信長は彼らに完全な自治を許したわけではない 天正3年越前の一向一揆を制圧した信長は柴田勝家に越前の国の八軍を与える国高49万石勝家は堂々たる戦国大名となったわけだが同時に信長は勝家に宛てて休家城の掟書を送っている越前の国を治めるにあたりこうしなさいよと掟を定めたのだ 支配はは認めるが勝手は許さないといとうわけだ現代の基準で大雑把に分類すれば信長はマイクロマネジメント型の君主だったと言えるかもしれないもっともその置き手書きを思細に読むと信長の真意はそれほど単純ではなかったことがわかる少なくとも勝家をロボットのように我が家のままに操ろうとしたわけではないまず第一に 掟上々に定められたのは「民に不法な税を課すな」とか「地侍を丁寧に扱え」とか「裁判は公正に行え」とか「石所を廃止せよ」とか「備蓄を怠るな」とか国主として守るべき当然の事柄ばかりだった。よく治めよくめ 一言励ませば済むところを事細かに指示してしまうのは信長の癖のようなものだろうそんな当然のことを支持されて勝家がどう思ったかは伝わっていないけれど信長にも言い分はあったに違いないその当たり前ができなかったから天下は乱れたのだ為政者が私利私欲をむさぼり民をないがしろにした結果がこの乱世なのだ 信長の天下性質はこの置手書き通りの統治が国の隅々にまで行き渡った時に成就する信長はおそらくそう考えていたその証拠に信長の家臣たちの為政者としての評判は悪くない猛将のイメージの強い勝家も領民に慕われていたという話が残っている。 信長が家臣を意のままに操ろうとしたわけではないと筆者が思う第二の理由はこの置き手書きの最後だそこには何か不測の事態が生じた時は信長の指図に従えとある例えば大きな政変が起きた時の臨機応変の判断は信長が下すと言っているわけだがそうは言ってもとその後にこう続けている。 無理秘法の儀を心に思いながら公言申し出ずべからず信長の指図が間違っていると思ったら上辺だけ従ってはいけないというのださらに続けて信長の指図に異論があるならきちんと弁明せよ理があるなら聞き届けようとまで書いている自分が絶対に正しいとは言わなかった信長は家臣を厳しく律したけれど それだけでなく、自分の頭で考えられる人間であることを要求した。信長の下で飛躍的な出世をした人々は、明智光秀を含めて例外なくそれができる武将たちだった。イエスマンだけで天下を手中に収められるわけもないことは、信長が一番よく知っていた。